はこちらで失礼いたします、はい、ありがとう。どうぞ行ってらっしゃいませ。こちらの車は当時の図面をもとに写真や OB の方々の意見も参考にして忠実に再現した復刻車でございます。よろしければマスコットもご覧ください。よろしければこちらのシルバーのマスコットもご覧ください。あ、はい。ちょっと内味噌煮込みうどんの一品を一つと定食を一つ、うん、あと土手煮と手羽煮、ちょっと食べてみる、うん、皮のないところが待ってる。これ3つなのでそれ4つ来たぞ、うん、まだ土手煮もある。はい、ありがとう。うん、どう？まあ、貯金しないので、気をつけて召し上がってください。ありがとう。まあ、貯金してる？あ、してるよ。やっぱ週一も。やめになかったっけ、もう。うん、なくなった。どれ？やっぱみんな気づいたんだよ。トラウマって言ってた。うまくなんだねかって。時々ネズミ男って裏切るよ。そうだよ。え、そうだよ、裏切り者なもん。ネズミ男いつも、いつも、うん、
毎回裏切る。お金に弱い。そういうキャラのね。ダメなキャラ。そう。悪いキャラ。悪い。そう、悪いやつ。あとさ、なんか猫娘は可愛い。では妖怪って本当にいいの？聞いてみたら。いるの？妖怪。最近見なくなったね。写真を投稿するってこと。そうです。待って。オーナーの方ですか？オーナー？あ、乗ってます。あ、乗ってます。はい。はい、どうぞオーナー様に渡す。あ、そうなんだ。ありがとう。どう見てます？オーナーです。これはタイの元だと。お土産でもらった。タイに出張、タイに出張してるいとこに。じゃあ日本では買えない、ね。多分。あ、ごめん、あとね、もう一台ヤマハはある。
はい、ただ案内しますね。はい、ごちそうさまどこ泊まってたの俺。誰かと一緒です。あ、マジか。一緒だったんだ。はい、また、うん、もう俺は帰っちゃうんだ今日も。今お土産買ってきた。今セントリアでお土産買って、もう今日帰っちゃう。なるほど。8体とか来られるの？8体は来ない。8体？いっぱい行くの俺、来ない。8体は行ったことない。そうなんですね、うん、だって鈴鹿でしょ。遠いよ。はい、そういうのも行ってるんですか。あ、そうなんだ。企画じゃあ一緒にさ、写真撮ってもらっていい？あ、いいです。そんな、できたばっかなんで。そんな人だったの？はい、そうなんです。イエーイ。はい、はい、ありがとうございます。はい。2日間お世話になりました。では。